ますこの日本ラウンド。さあ今日はあります、こちらがマカオのリザーブの選手。さあ今日本代表オフサイド。さあまたペナルティエールの中、マカオのオマーンラウンドはネパールに引き分けました。しかし日本に、まあ、10対0という大差で敗れですけど、セットプレーはやっぱ大事にやってもらいたいですね。今からの戦い数あるその、まあ、課題になるとは思うんですけども、さあうまく体を入れ替えた数ですが、今選手たちがたくさんいるチームというのはありますからね。そうですね、やっぱりフィジカル面は強いですね、はい、より、やっぱりボールが止まって始まるだけで、その、はいはい、余裕とその。さあ数が直接狙っていった、行きましょう。もう1対1になって、これ浮き球だったんですがちょっと大きすぎました。ゴールからプレッシャーかけたタイミングも良かったと思いますね。191センチ、はい、まあ、折り返す西澤、おっと誰もいないか、カズ打てない。あんまりあの特代表にまだあまり経験がない選手を、はい、フル出場させるました。そして今度はカズのコーナーキック、どうだ。あ、さあ今度は逆サイド、どうだ、今度は入った。決めたのはカズ。今までね、コーナーカズが蹴ってたはずですからね、今日はナナミが蹴ってカズが入れたっていうのは、はい、なんかここもね、まあ、新しいといえば新しいですね、はい、カズ、すごくいいことじゃないかと思いますね、はい、さあ先ほど今のシーンです。オフサイドポジションのカメラ、あー一人出てますなんですが、日本はまず中田、そして西澤、さらにはカズと3得点。あ、センタリング、さあ逆サイド、カズが飛んだ、入った、カズ2点目。上げればね、はい、いくらでもヘディングで点取れるなという感じがしますね、しかもこれ折り返すの中田ですね。狙いしましたね、でも今日は本当に左からね、はい、中田ももちろんですけどね、さあ山口、そしてカズが結びつくっていう気持ちで、わあカズ、わあチャンが出ますとされて、一気に逆手に結びつかれる可能性がありますね、はい、日本代表が押しています。さあ今度はカズのコーナーキック、直接きた、そういう感じですね。さあこれで5対0となりました。わあヘディングは高木ちょっと横で笑ってたんですけども専門的に言えば高木は何点、いつもよりまあ無理してないかもしれない。なるほど、おーっとペナルティーエリアの中、うーんマークについていたキャプテン、あラムカ、さあ決めました。これで前半なんですが、しかしこの日本ラウンド前半このロスタイム、数の PK も決まって6対0、前半で大きくリードを広げました日本。さあコーナーキック、数が蹴ります。おっとチャンが弾いてトライ、シュートをチェンジします。さあショートコーナーできました。さあ数が走り込む、そしてシュートできています。さあ数がいった、入った、4点目。広く空いているあそこです。中田はまた後ろに下がるところ狙っていました。うん、なんかあの壁を作ってね、壁の方にキーパーを守ってるんですね。そうですから、もっと厳しい相手と当たったと、はい、それが恨み、赤間監督もオマーン戦の前までに大量の得点差をつけたいと言っていました。さあカズ間に合いません、7秒、さらにカズ、カズ中田というふうになってました。カズなんと先ほど、今もビデオテープの方も間に合わない状態という感じでね、はい、先ほどのゴールと今のゴールのその境目を見つけるのが大変というぐらい。そうですね、まあ、国立競技場でね、ローラービジョンのところにどうしてもリプレイが出るんですね。さあ平野が左足でパス、さあどうだ、並ぶ高いポジション。さあカズたらね、裏考えたら、まあ、数が今日5点取るってことはね、はい、私をほとんどでどうですかね、今日こう特にこの時間帯にね、もう行くのか、数がいった、入った、6点目、キーパーちゃん、動けず、
さあもう一度正面からご覧いただきましょう。ここはしっかりと自分たちのプレーを日本代表は考えます。さあここからの折り返しを正確にしたい。カズが裏で待っている。あ、さあもう一度、あ、ちょっと出てますね、なるほど、オフサイド。終了のホイッスルです。